世界の寿命は尽きようとしている。私に構う暇間などないはずだ。かつて私に敗れ去ったその雪辱を果たしに来たか。今更貴様を倒したところで贖える敗北ではない。ならば魂の解放などというザレ言を浴びせに来たか。ユールが願っているお前の解放を。無駄だ。貴様の意志は関係ない。大いなるカオスの暴走を止めるためにユールの願いを叶えるだけだ。ユールの願いか。一人のユールが解放を願えと異なるユールが裏切るだけだ。いいだろう。試せ。魂を狩るその剣で我が陰謀を断ち切ってみせろ。我が魂を欲するならば。えぐり取る海王者。因縁も宿命もここで終わらせよう。くらえ！ 当てろ！
我が魂を狩ることなどできはしない。見るがいい。一人のユールが解放を願っても、別のユールが再生を望む。度重なる転生によって、ユールの魂は散り乱れ、いびつにもつれてカオスに溶けた。だからユールの思いは矛盾に満ちている。私の解放を願う思いが真実であろうが、私と離れがたいとの思いも嘘偽りのない真実だ。ユール自身が貴様を離そうとしないのか。幼子のようなものだ。せめて守護者がそばにいてやらねばな。ユールはどこにも行けないのだから。ユールたちは、不可視の混沌はこの世にあってはならない存在だ。呪われた悲しい存在だな。あれの力は強すぎる。世界に害をなす気がなくとも、ただ存在するだけで否応なしに世界を歪める。解放者よ、君たちが想像する新たな天地はユールを迎えられるか。行けはしないのだ。新たな世界にユールの居場所はない。我らにはカオスこそがふさわしい。ユールと一緒に残る気か。やがて滅ぶこの世界に。私はうつろなるムクロだ。魂すら腐り果てた身をカオスに投じ、新たな世界に生まれ変われぬ者、闇をさまよう魂たちを常しえに沈めよう。その身を捧げて償うつもりか。世界に終焉をもたらしたかつての罪を。ユール、カイアスと共にいたいのか。私は迷わない。望まないと。去れ、解放者。もはやユールの思いを。引き裂き時空を歪め、あなたをバルハラに引きずり込んだ。その全ての元凶は不可視の混沌。
幾多の時代を生きて幾度となく死んでいった幾代もの巫女ユールよ。ひとまずカオスは落ち着いたようだけど、また暴走でもしたら面倒だし、どうにかして魂を救ってやった方がいいんじゃないの、ライトニング。救いを望まない者を救う力は持っていない。この声が届いていますか？ユール、ウィルダネスを訪ねて最初に聞いたのはお前の声だったな。すべて見ていた。この地であなたがなすべき定めを。だからカオスの淵から呼びかけた。私の声に耳を傾ける。過去と未来の全ての人々に。ギサール先生やこの地の人々にもお前の思いはわずかずつ伝わっていた。だからバルハラの天使はウィルダネスに語り継がれる伝説となったんだな。そうだ、礼を言わせてくれ。お前のおかげであの子に会えた。ありがとう。私は縁を導いただけ。あなたと彼は見えない絆でずっとずっとつながっていた。そう、彼は永遠にあなただけの天かける騎士。そうか、お前だったのか。あの子なんて呼び方は無礼だったな。オーディン、かけがえのない私の友よ。